はい、今日の一品です。まずは鶏胸肉をハサミで食べやすい大きさにカットしていきます。はい、水に10分ほどつけておきましょう。揚げた時に柔らかく保てるように。水を切ったら唐揚げ粉と塩コショウで下味をつけていきます。今日は天ぷら、水の代わりに長芋を使っていきます。唐揚げではなく鶏天でいこうと思います。本当はこれにパン粉をつけてカツにするはずでしたが、パン粉がありませんでしたので天ぷらに変更です。はい、長芋を絡ませたら水を使わずに長芋で天ぷら粉を溶いていきます。全体に絡んだら、140度ぐらいのちょっと低めの温度で、鶏肉は火が通りにくいのでゆっくり揚げていきます。こんがり揚がってきましたね。あとは油を切って完成です。長芋衣の鶏天、お弁当にどうぞ。